どうもこんにちは。なで姫です。どうもこんにちは。マリサだぜ。今回は高田藩の財政立て直し作戦について解説していきたいと思うよ。ドキドキワクワクなんだぜ。このチャンネルでは江戸時代の歴史や文化、生活などについての動画を上げております。このチャンネルに興味あると思ってくれる方はぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。また、コメントもしてくれると励みになるんだぜ。それでは本編へ頑張っていきましょい。そういう映画あったような気がする。伊達政宗が率いて作った高田城。まず、高田藩についての詳細を解説していきたいと思うよ。了解したんだぜ。高田藩は、越後の国、かっこ現在の新潟県に存在していた藩で、藩庁は現在の新潟県上越市で建てられた。高田城、かっこ福島城だったんだよ。福島城って言われると、福島県にある城しか思いつかないんだぜ。現在は高田城という名前で言われることが大半だから違和感を感じてしまうのは当然だと思うよ。高田城は国役武神によって築城された建物なんだ。ちなみに、国役武神というのは幕府が国持ち大名に命じて進める普請のことを指すんだよ。なんだか難しい言葉がいっぱい出てきたんだぜ。国持ち大名は、大きな領国を持ち、御三家に次ぐ家格を有していた大名のことなんだ。簡単に言うと、大名というカーストの中でも、かなり上位の方に位置していた大名のことだよ。御三家までではないけど、大きな力を持ってはいた大名ということだな。つまり、有力な大名をリーダーとして建てて、建築された城が高田城ということなんだ。理解したんだぜ。この築城は、江戸城や駿府城、名古屋城などの城の例を参考に行ったものなんだよ。また、栄えあるリーダーに抜擢された大名は伊達政宗。独眼竜として有名な人だよね。独眼竜政宗。通り名がかっこよすぎて、子供の時に感銘を受けた覚えがあるぜ。中二病を患わせそうな名前だよね。この工事は、慶長19年、1614年3月から始められて、なんと7月に高田城は完成したんだよ。?3 月から始まったのに、7月にもう城って完成することができるのか?驚きだぜ。ありとあらゆる労働力だったり、財産だったりを片っ端からつぎ込んでなんとか建築したそうだよ。伊達政宗率いる建築要員の方々、お疲れ様なんだぜ。高田城の立地。高田城は、高田平野の中央の少し西寄りにあったんだ。日本海が近くを流れ、山も周りに存在し、東には関川が流れる、とても良い立地に位置していたんだ。そのため、城としての防備性もありつつ、城下町としての利便性も兼ね揃えていたんだ。城はあまり人目につかないところに位置していた方が戦いの際に有利なんだよ。高田城はこっそりと隠密にそびえ立っていたんだな。どういう表現かよくわからないけども。また、高田城は天守閣がない城なんだ。天守閣がない城?建築完成時点でその状態?大名はどれほど嫌われていたのだろうか。天守閣がない城としては江戸城が代表的だと思うけど完成当初から天守閣がないのは斬新だよね。原因としては、大阪冬の陣の直前の工事だったため城の完成を急いでいったこと。近くに石材がなかったこと。石垣を作る専門の人は納舟を捕まえることができなかったこと。これらの理由があるのではないのか、と言われているよ。あまりにも完成を急ぎすぎて、天守閣を建築する労力が省かれてしまったということだな。本丸西南の隅にある三層の櫓が、高田城を表す一種のモチーフとして存在したんだ。本丸跡は東西およそ220メートル、南北およそ230メートルというかなり大規模な広さを有しているんだよ。本丸には、御殿や書番所、部屋や宝庫、番場、矢場、馬屋や井戸などがあったんだ。その場所には、現在は上越教育大学附属中学校が設置されているんだよ。昔は城があった場所に、現在は学校が設置されているなんて、時代の移り変わりを感じられて面白いぜ。こんなに広大な城が、少しの期間でちょちょいと作られたなんて見当もつかないよね。天守閣がないとはいえ、かなりのクオリティで人々を圧倒させたんだろうな。高田町の名物品毛抜き。高田町で盛んに作られた有名な金属製品である毛抜きについて見ていこうと思うよ。毛抜きか。なかなかマニアックな商品だな。
家に必ず置いておく必要がある常備品というわけではないけれども、いざという時に欲しい一品。高田町の毛抜きは産毛屋という店で製造された商品なんだよ。産毛屋、なんかストレートな名前であるような気がするんだぜ。産毛屋の生みの親である小林七郎右衛門は慶長年中に越前から越後に訪れてきたんだ。そして毛抜き七五大城という名を打って藤原喜宿と号したようなんだよ。高田城が築城される際に下高野町に屋敷を与えられたんだ。屋敷が与えられるぐらいかなり城下町内で大きな影響を及ぼすと見られているんだな。産毛屋の毛抜きはさすが名物とだけあってかなりクオリティが高いようで人気だったんだ。この毛抜きは平桑の錆が残ったものを利用して作ったもので、鉄質が柔らかなものであって、かつ弾力も持っていたため、人々みんなが五つ星をつけたくなるぐらい大好評だったそうなんだよ。毛抜きに弾力を求めたことがないけれど、極上の毛抜きであったということだけは分かったんだぜ。藩主のお土産として諸大名に贈られることで一躍その名が知られることとなったんだよ。お土産に毛抜きだって渡されても私は微妙な反応しかできないかもしれないぜ。自分の無駄毛がどれだけあなたを不快にさせているのでしょうかと自責思考に陥りそう。金属製品には毛抜き、瓶毛抜き、鼻毛抜き、まつ毛抜き、幼児毛抜き、襟毛抜き、トゲ毛抜き、節祭織物の糸くずを取り除くためのものの8種類を取り揃えていたそうだよ。ただ毛を抜くだけでも用途や使う場所に応じて製品が用意されているのに衝撃を隠せないんだぜ。あまり重要視していない毛だけど、一度こだわり出すと止められないのかもしれないね。家臣から一転して飴作り。続いては高田町の中で由緒ある飴を作っていた元家臣の人について見ていこうと思うよ。よろしくお願いするんだぜ。横春日町かっこ南本町さんの高橋飴屋を創立した高橋六左衛門という人がいたんだ。名前を店の名前に使うのは昔の人もやっていたことにちょっと親近感が湧いたんだぜ。もともと高橋六左衛門という人は松平忠直の家臣として活躍していたんだ。しかし高橋六左衛門の鹿が没落してしまったため松平三長についていく形となったんだ。そして高田に入ることとなったんだ。ついに高田に足を踏み入れてしまったか。そんな悪いことってわけじゃないんだけどね。そして家臣から町人として転職。高田町で菓子屋を始めると人気を獲得することになるんだ。また三代目の孫左衛門という人は共栄年間で泡で作った飴がかなりの高評価。現在にまで孫左衛門という名前は世襲されており、後世に続く名前となっているんだよ。よっぽど人気を博し愛された飴だったんだな。また四代目の孫左衛門は寛政2年1790年にもち米で透明な飴を作ることに成功したんだ。もち米を使うことによって透明な飴を作ることができるなんてすごい限りなんだぜ。本来だったらこの商品の名称はもち飴とかになると思うんだけど、今回は違ったんだ。最初は泡飴を作っていたためこっちの名前の方がみんなに知られているものだったんだよ。そのためしょうがないので名前は泡飴のまま受け継ぐことにしたんだよ。名前を変更すると商品イメージがリセットされて困っちゃうから踏襲することにしたんだな。特にこの時代はインターネットメディアが存在しているわけではないため、一旦イメージがリセットされると再び良い印象付けるのはすごく大変なんだよ。そのため嫌だったかもしれないけど名前を踏襲したのではないのかなと推測しているよ。名前を受け継ぐのって意外と嫌だったりするのかな。高田の名物の飴として名前が人々に知られているのは、北陸の諸大名たちが参勤交代の際に江戸にお土産として高田の飴を持参していったからだと言われているよ。名物として著名になるには人々間での口コミが重要になってくるということだな。人が人を呼ぶ状態になれば一番望んでいる状況になるということになるよね。おいらんも好んだ王子かタバコ。次はタバコについて見ていこうと思うよ。江戸時代でもタバコが存在していたということに驚きを隠すことができないんだぜ。タバコってイメージだと結構近代寄りだと思ってたけど、意外とそうでもないんだなという感想を持つ視聴者さんもいるかもしれないですね。王子かタバコには満治2年1659年に王子か村の五郎右衛門という人が長崎地方より輸入して
栽培された王子花冠馬というものと、宝永年間、1704から1711年花草村の源右衛門がでは国の大蔵タバコを当地にもたらして、その大蔵タバコから作られた花草白馬というものの2つの系統が存在していたんだよ。一言にタバコと言っても、1種類だけとかじゃなくて、ちゃんと2つの系統があったことにびっくりだぜ。江戸時代のタバコは結構メジャーだったのかもしれないってことが推測できるよね。これらのタバコは、京南地区で大規模に栽培されてきたんだよ。王子花冠馬は、栗皮色のユニークな辛みを持っているタバコで、すぐに火をつけてたしなむことができたんだ。また紫煙の香りも高かったそうで、人々は王子花冠馬が最高であるという風潮になっていくんだ。タバコブームか。何にでもやっぱりブームというのは訪れるものなんだろうか。江戸吉原で商売をする花魁にも愛されたのが王子花冠馬であると言われているよ。また、花草白馬は名前の通り薄い葉で、ふわっと香るような穏やかな香味を持っていたんだよ。このように、江戸時代のタバコは大きく分けて2種類存在していたということがわかると思うよ。人々の間で娯楽として親しまれていたんだな。高田を支えた温泉。今度は、温泉について見ていこうと思うよ。江戸時代は温泉が大人気だったそうだから、開拓するとニーズが高そうなんだぜ。文化11年、1814年5月に、田切村、妙高市庄屋中島源八、今町一郎右衛門、高田府古町吉左衛門が、藩役人の松本小野次郎を通して、藩の協力を確かめた後に、宝蔵院に温泉を開くことを願い出たんだよ。6月に、藩主である榊原正則は、直接、宝蔵院の本山の江戸上野の東栄山に、開発の了承を得たんだよ。藩主が直々に足を運んで確認しに行くなんて、かなり協力的で嬉しい限りなんだぜ。さらに、松本小野次郎が宝蔵院と交渉して、同年暮れに改めて東栄山へ頼みに行って、許可を得たんだ。行動力がすごいんだぜ。尊敬しちゃうんだぜ。文化13年、1816年の9月には、松本小野次郎ら藩役人が実地見分をし、宝蔵院と詳細なことまでを話す。具体的な交渉をして、合意を得ることができたんだ。この事業の発起人である肝心元中島源八らと、温泉普請元締めに任命された松本小野次郎が一緒に、田切村大和田山の神という、現在の赤倉観光ホテルがある場所に温泉を開こうと工事に取り掛かったんだ。おお、交渉も下手ことだし、これでようやく庶民の人気施設、温泉を作ることができるんだぜ。もちろん、工事を進めることができるようになったけど、温泉を開こうとしていた場所が狭すぎるということで、急遽、温泉を作る場所を変更することになったんだ。二俣地内の一本木というところに場所を変更することにしたんだよ。温泉作ろうと思ったけど、場所が狭すぎますって。作る計画の時に、考えておくものだと思うんだぜ。まあまあ、悪影響が出たわけではないからセーフだよ。工事が開始されたのは文化14年、1817年の正月。まだ寒さで凍えてしまうような時期だったんだ。2月上旬に、高田から普請用として、長さ6マール大竹500本が送られてきたんだよ。ちなみに、この大竹は温泉のための円筒を通す道管として設置するために送られたものなんだ。現代だと、お湯を流すポンプとかありそうだけど、江戸時代にはそんなものなかったのか。温泉を作るためだけに、藩がわざわざ物資を送ってくれるのに驚きを感じるよね。この温泉を作るときには、すでに温泉の人気があって、地域の産業の支えになる見込みを感じていたんだろうな。じゃないと、こんなに思い切ったことできないよね。温泉パワー、恐るべし。また、米数百俵が中島源八の家に届けられたそう。源八が家に帰ったら、家旗藁に囲まれているってことか。一種の嫌がらせのようにも感じるんだぜ。いや絶対嫌がらせではないからね。工事をする人員である大工、木引き、石切り、鍛冶、一足などが集められたんだ。たくさんの人たちによって、温泉を作り上げたんだよ。多分だけど、私が想像している温泉の100億倍は規模が大きいんだろうなぁ、と思っているぜ。ちなみに、工事現場には榊原家の家紋がついた旗や提灯が建てられていたんだよ。この工事事業には、藩の手が関わっているよとアピールするためのものだったそう。
温泉事業もサポートしちゃう良い範ですっていうことを周知してもらいたいということだな。事業に従事して、さらに藩の印象も良くなるなんて一石二鳥だね。現代の会社と似ているね。有名な会社が慈善活動をするのと同じような動機なのかもしれないな。天然ガスの採集。長野県と新潟県の県境に、関田山地という山が存在しているのをご存知ですか？私は、今初めてその山の名前を聞いたんだぜ。どんな山なのか見当もつかないんだぜ。関田山地は、綺麗な円弧を描きつつそびえ立っている山なんだよ。山脈を横切る方向で関田山地を切って、断面図を描いてみるとギリシア文字のオメガみたいな形を、している、変わった山なんだよ。へえ、そんなことが起きたりもするんだな。自然ってすごいんだぜ。この関田山地から流れ出ている飯田川や串池川、別所川流域では、古くからクソウズやカゼクソウズが、産出される場所として知られていたんだよ。クソウズ？カゼクソウズ？全然聞いたことないんだぜ。一体、どういうものなんだ？クソウズは石油のことで、カゼクソウズは天然ガスのことを指している言葉なんだ。クソウズは臭い水という意味を持つ言葉で、それがどんどんなまっていってクサウズになり、現代語読みでクソウズになったのではないのかと言われているよ。石油や天然ガスのことだったのか。てっきり、天然水の類かと思っていたんだぜ。金星に入ることによって、クソウズが灯火非燃料、薬用として急速に需要が高まってきたんだ。そのため、天保13年、1839年9月、高田藩では領内のクソウズの産出状況の調査を進めたんだ。すると、牧区内の河原や川端、土手や田の藩などでクソウズが出ていることが発覚。さらに、松の木村で2カ所、原村で5カ所自然発火していたということもわかったんだよ。身の回りに溢れまくっていたということだな。知らない間に自然発火しているとか恐ろしいんだぜ。19世紀初期の化成期に突入すると、クソウズの需要がさらに増加することとなったんだ。クソウズを採取する方法も、水に浮いている油をすくって取る方法から、油気がありそうな場所を、推測した後、井戸を掘り下げて油を取ろうと試みられることとなったんだ。水に浮いている油をすくって取るという方法をずっとやってたら、日が暮れちゃうぜ。文政11年1828年11月には、国川村の近藤源右衛門が国川村あざな川尻にクソウズの問い堀を、高田与所役所に出願して許可を得ることができたんだ。それに伴って、同じ年の12月には村中や林村である小川、岩上、田島などと契約を結んで、国川村の小右衛門と松の木の作左衛門を親方として、油を求めて地面を掘っていったんだよ。自分が親方として活躍するわけではないんだな。そこにはちょっと驚きなんだぜ。多分、自分がリーダーとして突き進みたいわけではなくて、裏方でちょっと小銭を稼いで、責任問題などは他の人に任せよう、というような考えなんじゃないかなと想像しているよ。そんな考えで事業をやろうとしちゃダメだぜ。石油を求めて掘り進めていった結果、翌年の12年4月には、7号に当たる量の油が産出されたんだ。日本の石油王に、俺はなる。きっとそれは海賊王だね。江戸時代からでも石油や天然ガスを元手にして商売をしていたというのには意外性を感じたよ。石油、天然ガスは明治に入ってから話題に出るものだと思っていたんだぜ。固定概念を覆してくれる歴史って面白いね。動画のまとめ。今回の動画はいかがだったでしょうか。高田藩という、一つの藩にスポットを当てるだけでも色々な工夫が見れて面白かったんだぜ。大きな事業をする際には、様々な人が支え合って成り立っているんだな、と改めて感じたんだぜ。現代社会にも通ずることがあったんじゃないかなと個人ながらにして思っているよ。歴史から学ぶことができたら、社会がもっと良くなるかもしれないな。他にも江戸時代の動画をわかりやすく、面白く解説しています。このチャンネルに興味あるという方はぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。視聴者さんがワクワクするような動画作りを行うから、よろしくお願いしますなんだぜ。また、コメントもお待ちしております。今後の動画を作る際の参考になったり、うつ主の励みになったりするんだぜ。お気軽にコメントしてください。コメントはすべて楽しく読まさせてもらっています。それでは動画を締めたいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。また違う動画で会おうぜ。バイバイ。